作戦計画概要をご説明します。前段作戦、第三作戦海域、作戦要項で BB61、 アイオは出撃する。それが私の火力見せてあげるわ。オープンファイア。忘れてない？私エッセックスクラスだから。まだまだこんなもんじゃないの。アイオアがモストバレーボー？レアリー？あっさりだろ！あたしはマヤ様だぜ！さあ、私の火力見せてあげるわ。オープンファイア！近代兵装を舐めないで。矢作、少し突撃する。痛いですよ。やだ、思いっきり火だ。ダメージコントロール。残念だったね。海の藻くずとなりなさいな。矢作、突撃する。この浅島にかかってこい。もっと下がりませんよ。もっとだ、来いよ。そこです。アイオーがモストバレーボー？レアリー？またバーチャルスターですか？ありがとう。さあ、私の火力見せてあげるわ。オープンファイア。忘れてない？私エッセックスクラスだから。まだまだこんなもんじゃないの。敵を見つけたわ。艦隊増速。ぶっ殺され計画用意。行くわ。あの型を軽巡と侮らないで。93式酸素魚雷。ここは譲れない。よ、近代兵装を舐めないで。この浅島にかかってこい。痛いでしょ。もっとだ、もういいよ。私イントラペットの働きがベストなの。わー、当たり前だろ。私頑張っちゃったかな。私はマヤ様だぜ。初春型4番艦初島です。
皆さん、よろしくお願いします。さあ、私の火力見せてあげるわ。オープンファイア。忘れてない？私エッセックスクラスだから、まだまだこんなもんじゃないの。どうだ、参ったか。矢作、突撃する。生まれ変わったマヤ様の本当の力、思い知れ。海の無傷となりなさいな。矢作、突撃する。残念だったね。近代兵装を舐めないで。この浅島にかかってこい。痛いですよ。もっとどうだ、もっとだ。来いよ。これが新しい五光線の本当の力よ。随格には幸運の女神がついていてくれるんだから。嫌だ、困ってしまいます。って、あれ、北上さん。いろいろ考えたんだけどさ、やっぱり私ってさ必要あったかな。忘れてない？私エッセックスクラスだから、まだまだこんなもんじゃないの。やってくんなよ。敵を見つけたわ。やってくんなよ。増速、合戦、用意。ねえ、行くわ。シップは伊達じゃないの。やってくんなよ。やっちゃうから、ね、沈んでみないと。もっと打ちなさい。来ないから。行くわよ、前期突撃。やってくんなよ。
夜だって装備や完成機会によってはいけちゃうから。まあ太陽が出てる時間の方が好きだけどね。本当にアウトレイジしてあげるんだから。全機発艦、全機発艦、どうだ、参ったか。狙ってくんなよ。ネームシップは伊達じゃないのよ。やっちゃうからね。やっぱり私ここでまた太陽ちゃってるわ。いいよいいよ、もう完璧でもなんでもさ。え？そうなの？本当に怒りも拾って見つけてくれた？じゃあ私今度こそ海にお願いします。連れてって今度こそ。おめでとうございます。作戦成功です。ああ、私イントラペットの働きがベストなの。わあ、私ですか。頑張っちゃったかな。やだ、ね、困ってしまいます。って、あれ北上さん、今の北上さんは見ててくれたのねえ。エトロフ型解剖艦3番艦のサード様だぜ。し、ね、いい、よろしくな。戦時、大型タンカーとして計画され、特に DL 型、特設輸送空母として建造が進められた、山潮丸であります。提督殿、自分も何とぞご活用を、お願いしたい、です。次の作戦海域の攻略が可能です。オーイエー。サプライん、補給は大事だぜ。サンキューな。
作戦計画概要をご説明します。降壇作戦、第4作戦海域、作戦要項です。